シルバーサンピックアップスとは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の、オルタナティブロックバンドである。略称は主にスプーが使われる。2006年にインディーズレイベルのデンジャーバードレコーズから、デビューするや、イナや、楽曲のクオリティの高さや、音楽性の近さから、スマッシングパンプキンズの再来と、各方面から賞賛を浴びる。本国アメリカでの人気は高く、 インディーズアーティストながら、ファーストアルバム、カーナバスは、全米で35万枚以上のセールスを記録。続く、セカンドアルバム、スーンも、全米アルバムチャートにて初登場7位を記録している。それらの功績もあって、第52回グラミー賞の最優秀新人賞にノミネートされた。2004年に、ロサンゼルスハリウッドの東に位置する、シルバーレイクにて結成される。 元々は、エ p クプル Couples という名前で活動していた。地道なライブ活動を経て、Danger Bird Records と契約を結ぶ。2005年7月26日、ファースト EP、p i c ルをリリースした。2006年7月25日、ファーストアルバム、c a r n ス v s でアルバムデビュー。2009年4月14日、セカンドアルバム、s o o ンをリリース。 初週に4万2000から3000枚以上売り上げ、全米アルバムチャートにて初登場7位を記録。累計では21万枚以上を売り上げている。同年12月には第52回グラミー賞の最優秀新人賞にノミネートされたものの受賞は逃した。ブライアン・オーバート・スマッシング・パンプキンズ、エディオット・スミス、パール・ジャム、ピクシーズ、ソニック・ユース、 マイ・ブラッディ・バレンタイン等と比較されることが多い。特に、スマッシング・パンプキンズとは、共に女性ベーシストを有するという点で、バンド形態まで似ており、よく比較の対象になる。また、アメリカのみならず、日本でも人気が高く、ファーストアルバムのカーナバス日本国内版が発売される前から話題を集めていた。また、ルナシーの J は知名度が上がる前から、 海外版のカーナバスを繰り返し聞いており、ルナシーの再結成ライブにおいて、ライブ当日に周囲から何か開幕前の BGM にいい CD あると聞かれたことから本バンドの楽曲を使用している。ありがとうございます。